皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は可愛すぎて思わずにやける名言9選を紹介していきますよ。あるよねー、何かと可愛いらしい発言が。その中でも非常に面白いものを抜粋してきたので楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介するのは、本命輪の排水の陣です。これは言わずと知れた定番のネタだよね。本命輪は高魔館の門番を務める中国人風の妖怪、淡い緑色を主体とした民族風の衣装に身を包み、髪は赤く腰まで伸ばしたストレートヘアー。側頭部を編み上げてリボンをつけて垂らしていて、可愛らしいお姉さん感あるキャラです。メイリンは近所の面白いいお姉さんみたいなキャラだよね。そうそう、言葉では脅したりするようですが、無理やり門を破ろうとしない限り襲ってくることはほとんどないとのこと。幻想郷演技を書いているアキュー曰く、話していると相手は人間じゃないかと錯覚するぐらい人間臭い妖怪らしいと言っていますね。二次創作でもよくメイリンは明るい性格で書かれることが多いもんな。そんなお茶目さを合わせ持った可憐なお姉さんキャラの本メイリンが言った名言がとても面白い。それがこちら。そ、排水の陣だ。あんた一人で陣なのか？霊夢のツッコミが鋭くてすっごく好き。可愛らしくて思わずにやけますよね。排水の陣というのは、失敗したら再起不能という一歩も後に引けない状態に身を置いて、決死の覚悟でことに当たること、一歩も退けない絶体絶命の立場でことに当たることの例えです。なのでメイリンは間違った使い方をしているってことだな。可愛らしすぎるぜ。実はプレイヤーの方が、湖を背にしているというメタいネタなのかもです。ちなみにあんた一人で陣なのか？と突っ込まれた後に、メイリン戦では妖精が横一列の陣形を組んでいることから、排水の陣というタクティクス名なのかもですね。なるほどね、最近知った言葉を陣の名前につけた感じかな。ちなみにステージ3の白服に赤いスカートの妖精はおそらく、高魔館に所属している妖精メイドでしょう。またその後の会話も超絶面白い。メイリン、巫女は食べてもいい人類だって言ったいが。言ったいるな。恐ろしいけどどこか抜けている東方プロジェクトならではの戦闘の入りって感じでいいよね。こちらはルーミアのセリフからの流れからですね。ああ、そういえば言ってたな。でも一体のスピードが速すぎでしょ。また中国人は足の生えてるものは親と机以外は何でも食う、という言葉があるのでそれも兼ねていると思われますよ。へえ、マジでそんな言い伝えがあったのか。ちなみにマリサとの会話では、メイリン、あ、さっきはどうも。マリサ、お久しぶりですわ。で、私たちいつから知り合いになったのよ。さっきだろ？変な奴と会っちゃったな。と言ったように、二人とも人間味あふれるキャラのことからすぐに打ち解けていることがわかりますね。この二人の会話ずっと聞いておきたい。この二人でぜひともオールナイト日本をやってほしいですよ。次は本命輪の主人であるレミリア・スカーレットが言った。タンポポにがーい、まずい、もう可愛すぎてやばい。レミリア・スカーレットというと、カリスマ性抜群で高魔教では顔の表情を変えず、本気で殺すわよというほどの強者感あふれる吸血鬼ですが、いざ蓋を開けてみると可愛らしすぎるお嬢様。なので二次創作では10代前後の可愛らしい見た目からカリスマブレイクの対象となりやすいキャラなのですよ。6面はカリスマブレイクの餌食になりやすいけど、その中でもレミリアはズバ抜けてるからすごい。やはり原因としては奇想天の究極絶対のしゃがみガードが可愛らしすぎたのが強いのかと。あれを打ち破ることできるやついないだろう。こういったことからカリスマブレイクとか揶揄されることがありますね。またベニフ、フヤジョーレッドマフ、全世界ナイトメア、新規、レミリアストーカーといったスペカのネーミングが面白いものになっているのも原因です。よくよく聞くと面白いスペカ名だな。文化上のスペカの神鬼レミリアストーカーのストーカーとは、吸血鬼ドラキュラの作者ブラムストーカーから来ていますよ。制作者のズンさん的にゲーム上、6面ボスは緊張感抜けるのがお決まりとして作っているので6面は意外とネタ枠になりやすいのかもですね。そんなレミリアが言った超名言は漫画、東方茨城線単行本7巻目で言いました。話の内容としては西洋タンポポが幻想郷に入ってくる話、西洋タンポポが入ると本物タンポポが死滅するという外来種のお話ですね。外の世界の日本のタンポポも西洋タンポポの交代的に減ったようですが、原因は都市化にあるようで、西洋タンポポに駆逐されたわけではないようです。リアルでもよく見るタンポポは西洋タンポポなんだ。そして幻想郷のタンポポが変わると、妖精もそれに入れ替わるらしいんです。タンポポのようなものでもこんなに問題になるなんて。今、話題の移民問題的なものをタンポポで表しているのかもしれないですね。そして霊夢が花見の料理の用意をどうしようか悩んでいる時に、ゆかりからタンポポをもらったのです。昔は一般的な野菜の一つだったようですね。そして霊夢は河川に調理法を教えてもらうことに、そして夜の白霊神社。花見が始まりたくさんの料理が用意されました。そしてレミリアがタンポポ料理を食べたところ、
ちゃんと存在、まずい。という完全にお子ちゃまぶりを見せてくれました。レミリアが表情豊かになってくれてよかったです。その後は昨夜にお口ふきふきまでしてもらって、もはやベビーシッターとお子さんですね。あまりにもインパクトがあることから、レビューを見るとこれを見るために買う人も結構いますよ。東彩先生の表情の描き方がすごくいいよね。ちなみに使っているフォークは子供用ですね。子供用フォークは口を切る恐れを減らすために先端が丸くなっています。先端が3つなのも子供用の特徴だよな。このようにレミリアのこんな表情と可愛らしい言葉ににやけた人は多いでしょう。それでは次に紹介するのは、コンパクヨウムが言った、目をつむったら真っ暗です、です。ミョンちゃん節出てるなぁ。コンパクヨウムは人間と幽霊のハーフなんだけども、親が幽霊と人間というわけではないようですね。二代目西洋寺家専属試験お嬢様の警護役及び剣術指南役でもありますよ。老漢剣と白老剣を振るう二刀流の剣士、銀色の髪をボブカットにし、黒いリボンをつけていて、心霊廟からは髪を伸ばしセミロングの長髪に白いシャツに青緑色のベストとスカートに変化しました。このことから男を知ったヨウムと言われることが多いよね。作品によって瞳の色が違い、ヨウヨウムでは赤、映画賞以降は青と昨夜に近いパターンでありますね。真面目な性格ですが、映画賞エンディングによると人に影響されやすいらしく性格がコロコロ変わったりしています。またスイムソーでは師匠の真実は切って知るという言葉を文字通り実践し辻斬りのような行動を行います。またつまらんものを切ってしまった。しかし、書籍、東方降臨道では物を落としてしまったり、雪に埋もれたりとかなりのヘッポコぶりを見せていますね。そんな可愛らしいヨウムが東方映画賞、有名の住人チーム6面 D ルートにおいて面白くて可愛らしい名言を残しました。ユミコ、ヨウム、あの月の顔を見るのは忌まわしいことよ。今すぐに見るのをやめなさい。ヨウム、そうなのですか？かぐや、本当の月は忌まわしいもの。地上人はそのことを忘れて久しい。あなたは懐かしい人ね。いや、人だったものかな？ユミコまだまだ人のつもりだけど、でもね、この娘はまだ半分人なの。半分だけでもおかしくなったら困るわ。ユユコ様、月を見ないであいつを見るのは無理です。心の目で見るのよ。その大きな判例は何のためについているの？診断のためではないですよ。楽しいわね。汚い人間でも妖怪でもないものか。見ていて気持ちのいいくらい、何にもないのね。ユユコ様、大変です。目をつむったら真っ暗です。少しくらいこの満月見て狂った方がいいんじゃない？といったように天然ボケちゃんのヨウムが当たり前のことを報告するという可愛すぎる名言。さすがにこれ絶対わざと言ってるよね。そんなの可愛すぎるじゃん。これがヨウムが天然ボケと言われるゆえんの一つですよ。またかぐやのツッコミがまた最高すぎたぜ。ゆゆことヨウムの面白いやりとりを見ていてかぐやも満足されていますね。ヨウムらしい一言で、やっとの思いで6面に来て和んだ人は多いでしょう。それでは次に紹介するのは、西洋寺ゆゆこが言った、いや、あなたはもしや、あのかば焼きや白焼きで有名なです。出ました、ゆゆこを得意の食べ物ネタ。ゆゆこは西洋寺家のお嬢様で、白玉楼の主の亡霊姫、亡霊ですが足はちゃんとあり、千年以上亡霊をやっているらしく、幽霊を統率できるため、閻魔様から冥界に住む幽霊たちの管理を任されています。能天気でつかみどころがないお方ですね。幽霊を統括していたりとすごいお方ですが、やはりゆゆこといえば大食いキャラ。特に東方映画賞において、会話中ゆゆこが何でも料理に例えて話をすることから食べ物に執着するキャラというイメージがついたんだよね。そう、例えば映画賞でゆゆこがミスチーを見て小骨が多いと言って食べようとしていたりしています。実際に戦闘後はミスチーを食べたかのような発言をしていますよ。マルピンと言われても仕方がない。二次創作では食べ物キャラは大概ゆゆこ様の腹の中に入りますね。また霊戦戦で霊戦は宇宙鳥と表現していて、ゆゆこ曰く、ウサギは鶏肉の味がするという豆知識も披露していますよ。さすがは幻想郷のグルメ評論家だけあるぜ。そんなゆゆこ様が東方思想展にて言った食べ物発言がこちら。ゆゆこ、さすがに雲の中は寒いわ。ここは一つ、頑張って快晴でも。黄色の雲ができ始めている。雲の動向に気をつけろ。行く、数十年ぶりに悲劇の再来か。いや、あなたはもしや。そう、竜宮の使いです。あのかば焼きや白焼きで有名な。と違いますがね、思想展でも相変わらず食べ物ネタをやっていたんだ。そう、長エイクは竜宮の使いの妖怪でお魚さん、なのでゆゆこが相変わらず食べ物で表現していますね。というか竜宮の使いって珍しい深海魚だけど、実際は食べれるの？竜宮の使いは実際に食べれるようですが、身は深海魚だけに水分が多く、いくら焼いても焼けず、電子レンジで加熱しても緩いわらび餅のようにプルプルだったとか、しかも大変まずいそうですね。あらまあんまり美味しくはないのね。なのでかば焼きと表現されていることからもうなぎのことを言っていたのでしょう。本当に幽霊なのに食べることが好きなんだ。大概ゆゆこのセリフは全部面白いのでぜひプレイして可愛らしいセリフを探してみてください。それでは次に紹介する可愛らしい名言を言ったのは
藤原のも甲川城に鳥です。ほう、珍しい組み合わせだな。これはプロ漫才かと思うようなコントなので楽しみにしていてください。まずも甲は東方部門式にて人を避ける傾向があると書かれています。迷いの竹林で迷っている時に彼女に出会うと助けてもらえるのですが、大抵は人里まで送った後は何も言わずにさっさと立ち去ってしまうとのこと。そのことから二次創作ではクールでイケメンで書かれることが多いよね。しかし、映画賞では結構女性口だったり、ムキーのような可愛らしい発言をしたり結構コミカルなことを言っているんですよ。そして川城に鳥は人間が好きだけど人見知りするカッパの妖怪、またゲゲ人間やヒュエイのようないろんな名言を残していますね。そして向こうが集めると死ねると思って探していたオカルトボールを求めていたら、ニトリと遭遇。そんな彼女たちが言ったセリフがとんでもなく面白い。それがこちら。ニトリ、なんだ？ボールが欲しいのか？向こう、あ、売っていると聞いてな。よーし、いいでしょう。いくらなら出せます？ふーむ、そうだな。できるだけ安くしてもらおう。そんなご冗談を。これは大層貴重品ですぜ。そういえばカッパは水が枯れると苦しいんだよな。自ら手放したくなるように炙ってやるよ。あっちっち、お客さん困りますぜ。そんな乱暴働いちゃ。このボールも外れか。霊夢が持っていたのが読み平坂だったのはたまたまだったか。ボールだけに？たまだけに。ピンクすぎるだけど、ガチの商売コントをかましていて最後のオチも完璧という最高の演出ですね。しかもネタを振ったのはあのモコウ。また戦闘後のセリフでもダジャレをかますという意外すぎる名言だったぜ。ちなみに読み平坂とは古事記の神話に、読みの国と現世の境目として登場するのが、読み平坂です。ざっくり言うと死ねるボールをモコウは探していたということです。ニトリの喋り方がまた面白い。あの江戸っ子な喋り方はカッパが18世紀半ばに、山のない江戸の人々に受け入れられやすいように、カエルやスッポンのような両生類的な姿のカッパが創作されたので江戸っ子風になったのでしょう。まさかの料金者同士が組み合わさったセリフが非常に面白かったですね。ということで次に紹介するのは、東方風神録で言った白霊霊夢の生焼き芋の香りです。どっちなんだよ。その香りの主は秋実紀子。幻想郷の秋、特に穀物や果実等の出来不出来を司る神様なんですよ。非常に人間の生活と密着した神様ですが、その分豊穣を司る神様は他にもたくさんいるため、厚い信仰が得られていないようで、いわゆる野良神様といったところですね。そんな実紀子と霊夢があった時のセリフがこちら。霊夢、落ち葉で視界が良くないわね。こんな調子で山に立ち入って大丈夫かしら？あれ？なんだか美味しそうな匂いが。みのりこ、猫のくせにカニを食いでようだなんて、消費千万不届き千万。霊夢、誰が食べるって言ったのよ。でも、美味しそうな匂いはあなたの匂い？神様たるもの、身にまとう香りも気をつけないと。あ、ちなみに私は工場の神ね。生焼き芋の香り。収穫したてのお芋は私の香水。猫に食べられてたまるもんですか。芋の香水ってなんだよ。実際にあるかどうか調べてみたところ、やはり芋の香水はなかったですね。結構欲しいけど、それにしても生焼き芋ってどっちなのか教えてほしいぜ。生なのか焼いてあるのか。制作者ズンさんはビールが好きなので、生ビールのような意味合いで生焼き芋と表現したのかもしれませんね。なるほど、そっちの意味が正しいかもな。彼女の一番の自慢は果物や農作物の甘い香りをいつもまとっていることだそうで、ことあるごとに姉の静葉に当てつけをしているようですね。そしてその香りが生焼き芋の匂いということですか。ちなみに彼女が使う弾幕にもお芋がたっぷり使われていて、その名もズバリスイートポテトルーム。香ばしいスイートポテトで当たり一面を埋め尽くす、秋の味覚をふんだんに味わえる、彼女らしい攻撃になっています。また最新作のバレットフィリアでも檀家と焼き芋の等価交換を持ちかけていました。ちなみに戦闘終了後、霊夢、いやはや、神様はピンキリねー。うちの神はこんなのよりも力がないのかしら。おっと、こんなところで芋焼いている場合じゃないわ。先を急ごうっと、とのことでめでたく実紀子は焼き芋にされたようです。神を焼き芋にする巫女って一体。それでは次に紹介する可愛らしい名言はたたらこ傘が言った。なんと、和知紀が時代遅れと申すか、です。さすが派幻想郷の料金者代表。小笠は本人曰く心を食べる妖怪、人を驚かし、それで腹を満たすタイプの妖怪らしいです。ですが幻想郷の非常識に慣れた人間は誰も驚いてくれず、驚かし方も下手なため、大変な思いをしています。現在はベビーシッターを自称し、東に泣いている子供がいれば脅かしてあやし、西に笑っている子供がいれば脅かして泣かして回っているとのこと。どうやら外の世界には傘で空を飛ぶベビーシッターがいると聞いて行っているらしく、小笠は道具が人間に合わせて変わっていくという、新しいつくも神の生き方を模索して行動しているようだな。結果的に不憫な一面となる様が書かれることも多いですが、作中ではその明るい表情の豊かさに加え、新しい物事にトライしていく様子が書かれていてとても元気をもらえる妖怪ですね。そんな可愛らしい小笠が言った名言がこちら。小笠、ちょっと待ってよ。サナエ、はい、なんでしょう。うらーめしやー。人間は妖怪に舐められて
するということかしら。うん、裏飯屋。はいはい、表は蕎麦屋。私を見て驚かないの？今は部屋の中で小さなヘリコプターを飛ばせる時代。今さら傘が飛んでいようが、そんなもんで今の人間が驚くもんですか。なんと、わしが時代遅れと申すか。そのキャラ作ってるでしょ。まあ作ってなくても化け傘は時代遅れですけど、だいたいその傘なんなのよ。ナスみたいな色してさ、ひくひく頑張って妖怪らしくしようとしてるのにね。ちょっとデザインが悪かったからって捨てられて、頑張って捨てた人間に見返してやろうと妖怪にまでなって。さなえ、もし何か気に障るようなことを言いましたか。いいのよ、こうして妖怪は寂しく消えていくの。そんな意味で言ったんじゃなくて、ただ私が友達からそんな傘を渡されたら、断って雨に濡れて帰るかなーなんて。道具妖怪の気持ちがわからない人間なんて、三千世に打たれて溶けてしまえ。相変わらず天然毒舌のサナエと小傘の相性抜群だな。サナエの毒舌に乗る小傘の懐の広さというか、彼女の性格の良さがよくわかりますね。この二人の会話はやっぱり面白いよ。特にナス色の傘だよね。サナエによって餌食にされた人はかず知れず。それでは次に紹介する思わずにやける名言は、モノノベフトが言った。ってそんなわけあるかい。です。フトも超面白いキャラだよね。フトは古代日本の豪族モノノベ氏の司会戦、蘇我の氏で亡霊の蘇我の閉じ子とともに豊里耳の巫女に仕えていますよ。豊里耳の巫女の同志兼部下でもあり、仏教と神道の宗教戦争を裏で糸引いた人物なんだよね。巫女には大きな信頼と忠誠を寄せているぜ。巫女が司会戦に至る術の過程で一人での実行を恐れてためらい、フトに先に眠りについてもらうよう話を持ちかけた時、彼女の力を信じ実験台となったのです。このように実際のゲーム中に見られる性格は、素直で騙されやすいお人よしで思い込みが激しく、少し見えっ張りないわゆる愛されおバカキャラ。そんなフトが白蓮と出会った時に言ったセリフがこちら。フト、頼もう、我とボールをかけて戦え。白蓮、おやまあ、お伏せの方ですね。ボールの方からやってくるなんて手間が省けたわ。いやー、どうです？このボール。このような歌詞のない玉は徳のあるこのお寺に寄贈するに限る。そんなわけあるかい。お主の持つオカルトボールを奪いに来たのだ。まさかのノリツッコミかい。どれだけフトがひょうきん者かわかるセリフとなっていますね。まさかのノリツッコミで笑った人は多いでしょう。わかるわかる、これはにやけるどころか爆笑した人は多いだろうな。このようにお人よしでギャグもいけるフトに癒されちゃいますね。それではラストに紹介するのは、鬼神サブメが言った、そうではない、です。これは人気のある超名言だよね。サブメは月の賢者であり、月の民の中でも重要なポストについていて、霊仙がサブメの能力を強く信頼していることからも月の民からの人望の厚さが伺える人物です。また、エイリンのことは地上に落ちてなお尊敬している模様。月の偉い奴らに尊敬されているエイリンの格の高さがすごいな。天の尺は自分が反対のことを言うだけに対し、彼女は言ったことで世界を反対に動かす、似たようなものに天の尺がいるのですが、彼女は天の尺の上位にいる神霊です。しかし月ウサギである霊仙うどん芸人稲葉からは無口だけど大胆、ちょっとおっちょこちょいと評されていますよ。それは意外すぎるな。そんなサブメが言ったセリフがこちら。さなえ、月には高度な文明が存在した。ナサは知っていたが隠蔽している。なんてそんな都市伝説あったわよね。これを見ると、あながち都市伝説と言えなくもないかもな。サブメ。もしかして月の民ですか？てんてんてん。すみません。もしもし。てんてんてん。もしかして耳が悪いのかな？ふむ、そうではない。わぁ、びっくりした。なぜ人間がここにいるのか考えていただけよ。あなたは月の民ですよね。いろいろお聞きしたいことがあるのですが。もしかして無視されている？そうではない。まだ確定してないから何も話すわけにはいかないのよ。可愛すぎてやばい。どのキャラでもやっぱりサナエがいると面白くなる傾向にありますね。そうではないは2回も発言していたんだ。無口なサブメらしいいいセリフで好きになった人は多いでしょう。ちなみにそうではないは、原作だと否定の意思を持っての意味ですが、二次創作ではそうではないはよく困惑、混乱しながら言うことが多いですね。シンプルながらインパクトのある一言だから使いやすさも抜群だもんな。この前ツイッターで逆転裁判風ないでたちのサブメが、そうではないを使っていてすごく面白かったです。これはいろいろ試せそうなセリフだぜ。本当に東方キャラは思わずにやけてしまうような可愛いセリフがいっぱいあって素敵でしたね。視聴者さんが好きな思わずにやけるようなセリフがあれば教えてくれよな。それでは今回の授業はここまでにします。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。